皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は保証人について話していきたいと思います。皆さんに質問です。あなたは誰かの保証人になったことがあるでしょうか？また今現在誰かの保証人になっているでしょうか？保証人とは一般的には保証責務を負う人を言います。保証は大きく分けると3種類あります。その3つとは、人的保証、物的保証、身元保証です。もしあなたが今現在自分の親族以外の人の保証人となっている場合、聖書はあなたに言います。今すぐ保証人から抜けなさい。どういうことか。本日も永遠の大ベストセラーである聖書から共に学んでいきましょう。本日の聖書箇所は箴言6章1節から5節のところです。まずはお読みします。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他人のために誓約をし、自分の口の言葉によって自分が罠にかかり、自分の口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐにこうして自分を救い出せ。あなたは隣人の手に陥ったのだから、さあ行って伏して隣人にしつこくせがめ、あなたの目を眠らせず、そのまぶたにまどろみを与えるな。自分を救い出せ。カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥がそれを取る者の手から逃れるように。まず一節のところ、我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他人のために誓約をし、我が子よから始まっています。これは天地創造主なる神様から私たち人間へ語りかけておられる言葉です。神様はこの世界のすべてをお作りになられました。また神様は私たち人間を作られたお方です。私たち人間を作られた神様から見て、私たち人間は子供のような存在です。また作られた私たち人間にとって、私たちを作られた神様は父親のような存在です。そんな父親である天地創造主なる神様から、子である私たち人間に対して我が子よと呼びかけておられます。何と呼びかけておられるのか。もしあなたが親族以外の人の保証人となっているならと言っておられます。2節のところ、自分の口の言葉によって自分が罠にかかり、自分の言葉によって捕らえられたなら、自分の口の言葉というのは保証人となるための誓約のことです。その誓約によって罠にかかり捕らえられたならと、ここで言っているわけです。聖書は驚くべきことを言っています。自分の親族以外の人の保証人となることは、罠にかかって捕らえられる動物のようなものなんだと言っています。3節のところ、我が子よ、その時にはすぐにこうして自分を救い出せ。あなたは隣人の手に陥ったのだから、さあ行って伏して隣人にしつこくせがめ。自分の親族以外の保証人となった場合、私たちはどうすればいいのか。隣人の罠にかかって捕らえられてしまったのですから、自分を救い出しなさい。隣人の元に行ってしつこく保証人から抜け出すことができるように頼み込んでいきなさい。神様はそのように言っておられます。4節のところ、あなたの目を眠らせず、そのまぶたにまどろみを与えるな。つまり眠っている暇はありません。今すぐに取り掛かりなさいということです。5節のところ、自分を救い出せ。
カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥がそれを捕らえる者の手から逃れるように。ここで言っているのは、動物が狩人の手から必死に命がけで逃げるように、自分自身を救いなさいということです。動物は狩人の手によって捕らえられた後、殺されて、食べれるところは料理されて、美味しく食べられます。また食べれないところは別のことに有効活用していきます。そうならないためにも、私たちも保証人から必死に逃げるべきなんです。なぜならその先には死が待っているからです。もしあなたが今、親族以外の人の保証人となっているのなら、必死に抜け出しましょう。抜けれるように必死に頼み込みましょう。そうすればあなたは死から逃れることができます。この他にも聖書には様々な生活上の知恵が詰まっています。聖書に興味の湧かれた方は一度聖書を読んでみてください。聖書を読むことによって様々な生活上の知恵が身につきます。聖書は今の時代ネットで簡単に読むことができます。タダで読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。手を伸ばせば今の時代聖書はすぐに読むことができます。また聖書でわからないところがあれば一度お近くのキリスト教会に行ってみることをお勧めします。教会の牧師先生であったり教会の信徒の人たちがあなたに分かりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら。また次回もお楽しみに。